試合に参加しまして専門家たちを思います。無傷の王さんの方がビジョンに映し出されております。特別な刻印入りの試合球を使用いたします。セレモニアルベンチもこの刻印入りの試合球を使用して行います。そして本日の試合はこの方にセレモニアルピッチを務めていただきます。永遠の若大将、原辰徳さんです。皆さんお願いした巨人戦の代表が優勝してきました。2006年はワールドベースボールクラシック初代王者に導いた王健太から日本代表監督の座を引き継ぎ、巨人軍の監督を務めながら2009年の第2回大会で見事連覇を果たしました。4回目戦、読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークス第1回。